中国の厚生省湖南省では干ばつが未だに続いています厚生省の95.7%の県は極めて深刻な干ばつ状態になっています湖南省ではオレンジを栽培する農家は皮が干上がり死ぬほど乾いていると述べました厚生省気象台20日の統計によると9月11日8時から20日8時まで 厚生省の平均降水量はわずか0.2ミリで1961年以降の同時期比で史上3番目に少なかったといいます干ばつ監視情報によると厚生省では19日までに10度以上の干ばつが続きそのうち95.7%の県市区が極めて深刻な状態に達しているといいます江西省の農業気象センターと農業農村庁栽培業管理所によると 18日の時点で、干ばつの影響を受け、農作物被害面積は925.6万ムー、制裁面積は407万ムー、絶収面積は100.9万ムーに達しているといいます。制裁面積と絶収面積とは、干ばつが原因で平年よりそれぞれ3割以上、8割以上収量が減少した面積と定義されています。厚生省気象台は 9月下旬に晴れから曇りの天気となりほとんどの地域で降水がなく最高気温は35度から37度になると予想しています厚生省の一部地域は7月中旬から深刻な干ばつが70日近く続いています人民日報海外版開脚新聞は20日厚生省の干ばつにより 国内で有名な観光のほとんどの花床が露出して水槽がたくさん生え本来の花床が草原となり急行し英州県の水上高速道路も草原道路と化していると報じました湖南省水門水資源調査センターは17日 省内の約97%が中度の干ばつ約80%が深刻な干ばつ約36%が極めて深刻な干ばつに見舞われていると報告しました湖南省商用市新内県の林春さんは20日大紀元時報の記者に対し乾燥しすぎて植生の浅い丘の茂みが枯れてしまったと語りました林春さんによると川も池も干上がって水がなくなりました 田舎には飲み水がないので遠く離れた低地に水を汲みに行ったりプラスチックのチューブを使って洞窟から水を汲み上げたりするしかありません。こちらには経済資源がなく主にオレンジ栽培で収入を確保している。干ばつで農家の人たちはかなり影響を受けていると言いました。